はい、皆さん DJTV のタイガーです。今回はですね、こちら見ていただければ分かると思うんですけども、こちらの魚、三大高級魚と言われている、まあ、関東とか本土ではスジアラで、沖縄地域では赤人と呼ばれているちょっと魚なんですけれども、こちらがちょっとね、近くの自分の住んでる近くのスーパーに売ってたんで、ちょっと刺身で食べてみようということで、ちょ今回のさばく動画をちょっと撮ってみようってことなんですけども、さばくとか言ってるんですけど、自分ちょっと初めて今回さばくんですけど、ぜひこのさばき方違うよとか、こうやった方がもっとやりやすいよとかあれば、そこもちょっとコメント、もしくはメッセージでちょっといただければと思うので、まあ、ちょっと初心者ながら今回ちょっとさばいていこうと思うので、ぜひちょっと見てください、こちら。はい、thank you.
ということで、こちら自分の初挑戦のさばきできました。まあ、初挑戦のさばきって言ってもね、ちょっと動画前自分で初挑戦さばくとか言ったんですけど、全くできなくて、結局ちょっとあの助っ人の方にさばき代わってもらったんですけども、で今からまあ自分で初めてちょっとねさばいた刺身食べてみようと思うんで、ちょっとねどんな味かっていうのがねちょっと気になるんですけども、じゃあこちらちょっと1枚いただきますね。じゃあまあわさびと醤油つけて、まあでもうまいっす。まあ、自分でさばいたからっていうのもあるかもしれないですけど、めちゃくちゃうまいですね。自分でさばけてなかったんですけど、あでもうまい。で一応こちらの残りの半分が、まあ、ちょっとだけ、ほんとちょっとだけ生臭かったんで、あのバーベキューで、バーベキューとか、まあ、グリルでちょっと炭火焼きで、半分はちょっと塩焼きしてるんで、そちらのねちょっと動画を見ていただいて、そちらも多分めちゃくちゃうまいと思います。さっきちょっと見たんですけど、めちゃくちゃうまい白身だと思うんで、ちょっとそちらもぜひ見ていただければと思うので、ぜひそちらの方も見てみてください。はい、ということでごちそうさまでした。今回は、まあ三大高級魚と言われる、まあ、スジアラ、まあ、沖縄の方でいう赤ジンを食べたんですけども、味は本当に刺身も塩焼きも美味しかったです。ただ今回一番の印象は、全く自分がさばけなかったっていうところですね。結局自分の助っ人の方にも頼んだんですけど、鱗がねなかなか硬くて、鱗取るところから、結局背中に包丁入れてさばくところから、何か何まで硬かったんですけど、まあ、時間かかった分、まあ、より美味しく感じたというか、ここに、まあ、こいつなんか猫いるんですけど、こいつはなんか俺らよりめっちゃバクバク食ってましたね。ということで、まあ、今回その三大、まあ、三大珍魚というか、まあ、三大なんでした、高級魚、三大こう今回、まあ、まあ今回ですね、まあ、その三大高級魚というか、そういうの初めて本当、まあ、スーパーで食べたんですけども、でさばいたのも初めてでしたけど、とってもね美味しくて、いい経験だし、まあめちゃくちゃ美味しかったんで、まあ、ぜひ今後もね、ちょっといろいろ珍しい魚とかも、まあ、もしそういうのスーパーとか売ってたら、どんどん、まあ下手ですけど、どんどんさばいて、ちょっといろいろ味のね、レポートもしていきたいと思うんで、今回まあちょっとこんな形で終わりましたけど、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。